皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?BTSV のアルバムが全世界で完売しました。BTSV のソロアルバム、レイオーバーは彼の世界的な人気を誇示しています。8月20日に BTS 公式アカウントを通じて発表されたレイオーバーは、9月3日にオンラインミュージックストア、米国のタワーレコード、ニューヨークのレコード店で完売しました。 その後、8月25日には米国の全国小売店ターゲットでも完売しました。それだけでなく、レイオーバー LP はイギリスの主要レコード店でも完売しました。9月1日の BTS 公式 UK ストアに加えて、イギリスのポリドールレコード店とビンリーのサウンドでも完売しました。9月3日にはアミューズブラウンドとリソック書店でもアルバムが完売し、 9月4日にはケープラウタウンでも完売しました。8月21日にはユニバーサルミュージックジャパンの BTS 公式日本ストアで韓国での予約注文の1日後に完売しました。このアルバムはオンラインストアの ES24 でリアルタイム CDLP 売上1位を獲得し、アラジンの全世界ベストセラー1位を獲得しました。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。 どう思いましたかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。